ヤーコブ・ヨルダンスは、フランドルのバロック期の画家。ピーテル・パウル・ルーベンス、アンソニー・バンダイク同様、アントウェルペン派を代表する画家である。同時代の他の画家たちとは違って、イタリア絵画を学ぶため外国へ行くことはなく、画家としてのキャリアを通じて、イタリア人画家たちの人間性や、優雅さへの追求には無関心だった。ヨルダンスは、定地諸国への短期旅行をした以外は、 人生の大半をアントウェルペンで過ごした。ヨルダンスは画家アダム・ファン・ノールトに8年間支持し、後に芸術家ギルドのセール家組合の一員となった。画家として揺るぎない地位を築くと、タペストリのデザインも行っている。ルーベンスと同様に祭壇が神話が偶話画,画を描き、1640年のルーベンスの死後、アントウェルペン最重要の画家となった彼のもとへ。 肖像画や大作の依頼が相次いだ。しかしながら、今日彼が最もよく知られるのは、同時代の芸術家、ヤン・ブリューゲルと同様の手法で、ことわざや格言をもとにして描いた、酒を飲む王様、大人が歌えば、子供が薄いくといった風俗的主題の作品によってである。ヨルダンスの作品には、ルーベンス、ブリューゲル一族以外にヤコポバッサーの、 パオロ・ベロネーゼ、カラバッジョラ北イタリアの画家の影響が見られる。エウロペの略奪絵画館、ヤコブ・ヨルダンスは1593年5月19日に、11人兄弟の長男として、アントウェル・ペンに生まれた。父親は裕福な朝織物商人で同名のヤコブ・ヨルダンスで、母親はバルバラ・ファン・オルシャテンである。ヨルダンスが、幼少期に、 どのような教育を受けたのかは、はっきりしておらず、両親の社会的地位にふさわしい十分な教育を受けることができたのではないかと考えられているに過ぎない。ただしこのことは、ヨルダンスの美しい筆跡、フランス語能力、そしてギリシアローマ神話に対する知識から、ある程度裏付けることができる。ヨルダンスが、キリスト教に精通していたことは、 自身が描いた多くの宗教画から明らかであり、後にカトリックからプロテスタントへと改収したことから、聖書への造形も深かったと考えられる。ルーベンスと同じくアントウェルペンの画家ダムファン・ノールトの下で修行し、ヨルダンスにとってファン・ノールトが最初で最後の死となった。修行時代のヨルダンスはファン・ノールトの家に下宿しており、 その家族とも非常に親密な関係を築いている。8年間をファン・ノールとの土偵として過ごし、その後芸術家ギルドセール家組合には水彩画家として登録された。17世紀当時には水彩画材はタペストリーの下準備や油彩画の下絵など補助的な役割に使用されることが多かったもので、初期のヨルダンスの水彩画は一切現存していない。 ヨルダーンスは1616 16年のギルド加入と同時に死であるファン・ノールトの三人姉妹の長子、あんな語りなファン・ノールトと結婚し、1618年には幼少期を過ごしたアントウェルペンのホフストラートに家を購入している。その後1639年には20年前にルーベンスがしたのと同様に輪下も購入し、居住空間と工房等を拡張し、 1678年に死去するまでこの家に住み続けた。4人の福音書記者、ルーブル美術館ヨルダンスは、当時の他の画家とは違って、古典古代芸術やルネサンス芸術を学ぶために、イタリアへ旅したことはなかった。ただし、その代わりに、北ヨーロッパで入手可能なイタリア人芸術家たちの版画や作品の研究に没頭した。ティツヤーノ、ベロネーゼ、 カラバッジョ、バッサーノラの版画、複製があるいはカラバッジョの、ロザリオの聖母のように、本物の作品を研究していたことがわかっている。しかしながらヨルダンスの作品は、伝統的なフランドル絵画であり、特にピーテル・ブリューゲルが描いた、風俗画のように、ありふれた姿勢の人々の喜びに満ちた、フランドルの生活風景を素朴に描き出している。当初、ヨルダンスに、 絵画制作を依頼したのは、フランドルの富裕層や聖職者だったが、画家としての名声が高くなると、ヨーロッパ各地の宮廷や行政府からの依頼が舞い込むようになった。油彩画の対策をこなす傍らでタペストリのデザインも多く手がけており、水彩画家として初期に修行した成果がそのキャリアに反映されている。ヨルダンスは、弟子の多さでも特筆される画家である。 ギルドのセール革組会には1621年から1667年にかけて15名の公式な弟子を持っていたという記録がある。公的機関の文書にもその他に6名の弟子がいたと記載されていることからこのような公式記録として残っている人数よりもさらに多くの弟子を持っていたのではないかと考えられている。弟子の中には ヨルダンスのいとこや息子の名前も載っている。ルーベンスなど、当時の他の芸術家の工房と同様に、ヨルダンスの工房でも、助手や弟子たちが、絵画制作に、大きな役割を果たしていた。ヨルダンスの弟子たちの中で後に、有名な画家になったものは多くはないが、当時ヨルダンスの工房は、高い評価を受けており、ヨーロッパ各地の若い芸術家たちからは、 魅力ある働き場所だとみなされていた。エジプトから帰還する聖家族絵画家によるダンスはルーベンスから非常に大きな影響を受けた画家である。ルーベンスが油彩画を制作する下準備としてルーベンス自らが描いた下絵を大きく引き伸ばす仕事をヨルダーンスが受け負ったこともあった。そしてルーベンスの死後、ヨルダーンスはアントウェルペンで 最も尊敬される画家の一人となっている。ルーベンスと同じく、ヨルダンスも暖色系の色使いで、自然主義の絵画を描き、キアロスクールとテネブリズムといった、明暗法の技術を多用した。ヨルダンスは単なる肖像画家ではなく、モデルの人間性までを表現することに秀でた画家だった。ヨルダンスが描いた伝統的な暮らしを送る農夫や、オランダの教訓を題材とした、 大規模な風俗画は、ヤンステ園ンにも影響を与えている。ヨルダンスは決して特定の絵画ジャンルを専門とした画家ではなかったが、ことわざや格言をもとにした、様々な年齢層の人々がさんざめく、祭りの宴会の情景を何度も好んで描いた。これらの作品には、ワイザ雑さの要素も含まれている。ヨルダンスは、 画家としてのキャリアを通じてルーベンスが描いたモチーフを下敷きにすることがあったが、ルーベンスよりも写実性を追求する傾向にあり、多数の人物を画面に配する構成や風刺的主題を宗教画や神話画であっても好んで採用した。プロメテウスはルーベンスとルーベンスと交流のあった画家フランススナイデルス両人の影響が見られる作品である。 ルーベンスとスナイデルスの合作、縛られたプロメテウスを元にして描いた作品だが、ヨルダンスの作品はより希望が見られる構成となっている。パンとシュリンクス王立美術館ヨルダンスはよく知られている人物画だけではなく、聖書のエピソード、ギリシアローマ神話、は、グーイなどをモチーフにした絵画を描いており、さらには、同伴画の分野にも作品を残している。 神話画も含む歴史画を描くことが多かったが、大人が歌えば子供が薄い句のようなフランドルに伝わることわざや格言を絵画化した作品や酒を飲む王様のようなフランドルの祭りを描いた作品なども残している。動物画も好んでいたと考えられており、目牛、馬、鳥、猫、犬、羊など生活に身近な動物を多く描いている。 ヨルダンスの動物や人々の日常的な暮らしぶりを描いた絵画群はその生涯を語る上で常に用いられ引き合いに出される作品になっている。1640年にルーベンスが死去するとヨルダンスはアントウェルペンの画家の第一人者となり主に北ヨーロッパ諸国の宮廷から絵画制作依頼を受けるようになった。ルーベンスの遺産相続人から スペイン王フェリッペ5世の依頼による未完のままに残されていたヘラクレスとアンドロメダを描いた作品の仕上げを依頼されたこともあった1635年から1640年にかけてルーベンスが晩年の通風の発作に苦しんでいた時期にフェルナンドでアウストリアが新しくスペイン領ネーデルラント総督に就任し1635年に赴任することを祝う式典のために ヨルダーンスはルーベンスがデザインしたスケッチに従ってアントウェルペンで飾り付けの仕事を担当している。この時にヨルダーンスが担当した美術品は現存していない。ヨルダーンスは1639年から1640年にイングランド王チャールズ1世からグリニッジにある王妃ヘンリエッタの別邸に飾る絵画制作依頼を受けたが、 これももともとはルーベンスが依頼を受けかけていた仕事で、当時のルーベンスの健康状態が悪化していたために、ヨルダーンスに依頼が回ってきたものである。ヨルダーンスは1636年から1681年にかけて行われた、スペインのエルプラド王宮の装飾の一部を担当しており、ルーベンスの死体をもとに描かれた。 アポロンとパンとベルトムムスとポモナの2点の神話画がヨルダーンスの作品と考えられている。その他、ティタン族の滅亡、ペレウスとテティスの結婚、竜の牙を折る、カドモスもヨルダーンスの作品とみなす。研究家もいるが、異論もあり、定説を見ていない。1661年は新築されたアムステルダムの視聴者に3点のルネット壁画を描く依頼を受けている。 神殿から商人を追い払うキリストルーブル、美術館カトリックの擁護者だった、スペインハプスブルク家島地下の当時のアントワープでは、プロテスタント教派は禁じられていたが、晩年のヨルダーンスは、カトリックからプロテスタントへと改修している。ヨルダーンスは1651年から1658年にかけて、 抽象的あるいは異端的文章を書いたとして200ポンド15シリングの罰金を課せられた。それでもなお、ヨルダーンスの元には、カトリック教会から内部装飾用の美術作品制作依頼が途切れることはなかった。1877年には、アントウェルペンのプッテに、ヨルダーンスと同僚の二人の画家シモンデ・パペとアドリエン・ファン、シュタルベムトの記念碑が建てられている。 ここは数年前に取り壊された小さなプロテスタント教会と墓地の敷地内だった場所である。1678年10月にヨルダーンスはフランドルを襲った謎の薬病に罹患し死去した。同じ日にヨルダーンスと同居していた未婚の娘エリザベトも死去し、ベルギー国境近くの北部の小さな村プッテのプロテスタント教会墓地の一つの 墓に共に埋葬された。ヨルダンスの死から1年後、息子から25フランドルポンドの寄付と、女子個ニへの絵画の寄付の申し出があった。これは、ヨルダンスが残した遺書によるものだと考えられているが、この遺書は、現在伝わっていない。ヨルダンスの人柄は、周囲の人々が広く認めるところで、ヨルダンスを称賛する記録が多く残されている。 ヨルダンスの晩年1652年頃から、その独創性と作品の質は明らかに落ちている。それまでの鮮やかな暖色系の色使いから、青色や灰色などの寒色系の色彩を好むようになり、ぼんやりとした茶系の絵の具で明暗をつけている。さらにキャンバスの下地が透けて、見えるほどに薄い彩色の作品を描くようになった。しかしながら、 プロテスタント回収後の宗教画や自宅に飾っていたキューピッドとプシュケの連作など例外と言える作品もある。羊飼いの礼拝国立美術館羊飼いの礼拝には複数のバージョンが現存している。いずれも幼児キリストを書き抱く聖母マリアと二人を崇拝しているフランドル風の衣装を身につけた羊飼いたちを描いた作品である。 キリスト以外の人物は一塊になった半身像で表現され、この場面が親密さに溢れていることを強調している。1616 16年以前のヨルダーンスはマニエリスムの華やかで明瞭な色使いに興味を持っていた。しかし、羊飼いの礼拝は色使いよりも光を描写することで人物像を浮かび上がらせる技法を試している。 これは、ヨルダンスがカラバッジョの作品から影響を受けたことを意味する。羊飼いの礼拝は、聖ヨセフが掲げるろうそくが主たる光源になっており、この作品における光の表現手法は、独自の明暗技法を発展させたアダム・エルスハイマーからの影響も見られる。その他カラバッジョからは、写実主義も取り入れており、聖母マリアと、幼児・キリストは素朴で飾り気なく、描かれ。 そこには、わずかな理想化も存在しないとされている。ヨルダンスは、羊飼いの礼拝を少なくとも6点描いている。密着した半身の人物像で描くことが多く、見る者の,の注意が、人物像にのみ向けられるように場面を小さく、切り取ったような構成で描かれている。この構成は、作品の物語性を強め、さらに描かれている人物たちの感情表現を、 際立たせる目的で採用されている。サチュロスとノーフアルテピナコテーク、サチュロスとノーフは、イソップ物語からの道徳的偶話を描いた絵画で、ヨルダンスはこの主題の作品を多く描いている。この偶話は一人の男と、ギリシア神話の精霊サチュロスとの会話から始まる。ある寒い日に二人が話している時に、男が自分の手に息を吹きかける。サチュロスが、 なぜそのようなことをするのか問いかけると、男は自分の手を温めるためだと答えた。その後二人は食事の席に着き、男が今度は熱い食べ物が入っている皿を持ち上げて息を吹きかけた。再びサチュロスがそのようなことをする理由を尋ねると、今度は男は熱い食べ物を冷ますためだと答えた。するとサチュロスは男に向かって、お前との友情はこれまでだ。 口から熱い息も、冷たい息も、同じように出せる男だとは思ってもいなかったと、吐き捨てた。この偶話の教訓は、人間の多面性を表現したものだが、ヨルダンスが、この場面を描いたのは偶話に興味を惹かれたためではなく、単に農夫が登場する場面を描きたかっただけだとする、研究者もいる。アルテピナコテイクが所蔵するバージョンでヨルダンスが、描いたのは、 サチュロスが、農夫に対してもうお前を信用できないと言い放った、瞬間である。食べ物を口にしている農夫を尻目に、サチュロスは、農夫の家を後にしようとして出し抜けに手を振り上げている。ヨルダーンスはこの物語の場面を、農夫の家に設定し、お牛、犬、猫、おんどりを家財道具と人々の周りに配置して描いた。 様々な年齢層の人々がテーブルを取り巻いており、農夫の後ろに立つ、少年、幼児を抱く老女、サチュロスの肩越しに顔を覗かせる若い女性が描かれている。ヨルダンスが人物を描く際の特徴として、絵画全面に人物を配置して狭い空間に押し込めるように表現する作風が挙げられる。明暗法であるテネブリズムとキアロスクーロを多用する。 ことによって描く人物に劇的な効果を与え、このサチュロスとノーフでは画面中央の老女に抱かれた幼児の表現に顕著となっている。画面最前面に薄汚れたノーフの足を描くことで写実主義も表現しており、ここには当時のフランドル絵画で流行していたカラバジェスティの影響が見られる。ヨルダンスは1620年から1621年頃にかけて、 この題材を扱った作品を2点描いており、アルテピナコテイクが所蔵する、このバージョンに描かれている若い女性は、羊飼いの礼拝と同じ女性をモデルとしていると考えられている。ヨルダンスが同じ題材をモチーフとして、同様の作風で描いた多くの作品や模写と、同様に、このサチュロスとノーフも女子や弟子たちの教育用で本として描いた絵画であり、 ヨルダンス独自の特徴はあまり見られない作品でもある。画家と家族の肖像プラド美術館。画家と家族の肖像は、ヨルダンス自身の自画像と、妻語りなファンのオールと、娘、エリザベトを描いた、肖像画である。1617年に生まれた娘のエリザベトが4歳、くらいの外見で描かれていることから、1621年から1622年。 ゴロの作品と考えられている。描かれている家族は、この作品を見る者べてを歓迎して招き入れるかのように表現されている。ヨルダンスは、家族の肖像に古くからの伝統である愛の庭園を描き出した。この絵画の意味を理解させるために、ヨルダンスは、多くの偶意をこの作品に描き入れている。背後に描かれている絡まり合ったブドウの鶴は、この夫婦が、 一心同体であることを、エリザベトが手に持つ果物は愛情を、花々は無垢と純真をそれぞれ意味している。その他、画面左上の木に止まったオウムは、夫婦間の定説を、右下の犬は、忠誠と信頼を表している。蜜木のゼニを探す、聖ペトロアムステルダム国立美術館、蜜木のゼニを探す、聖、ペトロは、 アムステルダムの武器商人、ルイス・デ・ヘールの依頼で1623年頃に描かれたとされている。マタイによる、福音書の17章24節から27節の神殿への税を支払うことができないペトロに対し、キリストが魚の口から銀貨を見つけるように説いたというエピソードを表現した作品で、一層の小舟に多くの人々が乗り込んだ構成で描かれている。 聖ペテロと使徒たちが画面右側に描かれ、ペテロが船に引き上げられた魚を見下ろしている構図である。描かれている使徒たちはこの絵画を見る者を意識していないが、子供と共にいる女性やオールを漕いでいる船乗りなど、明らかに見る者の方に視線を向けている人物も描かれている。とはいえ、ほとんどの人物は魚を探す者、船を操る者、 目的地への到着を待ちわびる乗客など、自身の行動に没頭した様子で描かれている。ヨルダーンス自身の修作から、様々な外観、表情の人物肖像が選択されて描かれているが、同じ人物肖像が他の作品にも描かれていることも多い。近年大規模かつ完全な画集が刊行される際に、聖ペテロの修復が行われ、 この作品が様々な試行錯誤を繰り返しながら何層にもわたって描かれていることが明らかになった。アントウェルペンの聖アウグスティヌス教会には3点の祭壇画があった。どれも1628年に制作されたもので最も大きなルーベンスの聖母子を礼拝する聖者を中心にしてアンソニー・バンダイクの法悦の聖アウグスティヌスとヨルダンスの 聖アポロニアの殉教が、その両横に配置されていた。ヨルダンスの、聖アポロニアの殉教が、主題としているのは、拷問に遭いつつも信仰を捨てることなく、炎に飛び込んで死を選んだという3世紀の、キリスト教の聖人アポロニアで、そのエピソードが、多くの群衆と共に劇的に描かれている。ルーベンス、バンダイク、ヨルダンスは、 当時のアントウェルペンで最も優れたバロック画家である。この3名が同時に共同作業を行ったのは、この聖アウグスティヌス教会から依頼を受けた祭壇画制作時の一度きりで、3名ともそれぞれの作品テーマに関連した作品を描き上げた。ルーベンスの祭壇画には聖人に囲まれた聖母マリアが、バンダイクとヨルダーンスの祭壇画には、 聖母マリアを褒め称える聖人が描かれている。描かれている殉教と修道僧的暮らしを通じて、聖人たちの肖像が見るものを天国と神の世界へと招き入れるかのような連作だった。ザインファントジュピターフェッドバイザゴーとアミルシア、ルーブル美術館、幼児ユピテルを育てるアマルテイアの背景には風景画が描かれている。描かれているヤギは、 ギリシアローマ神話で幼少のユピテルを育てたと言われるアマルテアであり、アマルテアはヤギとも妊婦と言われているが、この作品ではヤギとして描かれている。腰布をまとって敷物の上に座り込んでいる画面中央のラフは妊婦のアンドレステアで青白い肌で描かれたアンドレステアの裸体と暗い色調で描かれたその他の肖像とが対照的に描かれている。 アンドレステアは片手をアマルテアの背中にかけ、もう片手はアマルテアの乳房から乳を絞り出して、受け皿に溜めている。アンドレアの背後に描かれた空のボトルを握りしめた、幼いゼウスはミルクを求めて泣いている。右に描かれているのは、半獣のサチュロスで、泣くユピテルの木をそらそうとして、木の枝であやしている。オランダ人版画家。 スヘルトア・ボルスベルトが後にこの絵画を版画に起こし、この作品が持つ、偶話的な意味合いを明確にした。この版画に、ラテン語で書かれた説明書きによれば、幼いユーピテルは、ヤギの父を与えられて育てられたために、神話でよく知られているように不倫を繰り返す、浮気な神になってしまったとされている。酒を飲む王様王立美術館ヨルダンスは、 酒を飲む王をモチーフとした作品を複数描いており、そのうち1640年のバージョンがブリュッセルの王立美術館に所蔵されている。フランドルでは1月6日は高原祭でごちそうとアインを家族で分かち合って陽気に騒ぐ祝日になっている。晩餐の時には誰か一人が王に憤する習わしで、この作品でヨルダンスは最年長の人物に、 王の役を割り当てており、進化の役割は王に噴した者自らが任命している。ヨルダンスが描いた酒を飲む王の別バージョンの絵画には17名の人物肖像が肩を組んで騒いでいる作品や画面最前面に多くの人物肖像が押し込まれるように描かれている作品などがあり、浮かれてバカ騒ぎをする人々の感情の高揚を描いた作品となっている。 あまりに浮かれすぎて、喧嘩寸前であったり、飲みすぎでおうとする男性など、ある意味惨めとも言える情景が描かれているようにも見える。夜ダンスは、このような情景と、画面最上部の、酔っ払い以上にひどい狂人は存在しないという、文言が刻まれた変額を描くことによって、自分は、酒飲みが嫌いだということを作品に表現している。大人が歌えば、 子供が、薄いクルーブル美術館、ルーブル美術館が所蔵するバージョンの、大人が歌えば、子供が、薄い区は、同じクルーブル美術館が所有するバージョンの、酒を飲む王様と体をなす絵画だと考えられている。どちらの絵画も道徳心を説く作品で、全く同じ大きさであり、作風も、非常に似通っている。大人が歌えば、子供が、薄い区には、楽団を背にした。 アントウェルペンの裕福な中産階級の3、世代家族が食卓に向かっている姿が描かれている。ヨルダーンスが好んで描いた画題であり、この作品にも何点かのバージョンが存在し、ヨルダーンスのギフアダム・ファン・ノールトが老人の役で描かれているものもある。どのバージョンでも、老年、中年の人物が歌っており、子供が一緒に笛を吹いている。 作品の題名は1632年に出版されたオランダ人詩人ヤコブカッツのグイガ州スピーゲルバンデインオーデニエンデニーワンティーの有名な格言から来ている。もともとオランダにはひな鳥は親鳥の泣き真似をするという意味合いのゾデオーデンゾンゲンゾピエペンデジョンゲンという格言がありカルバン主義者だったカッツはこの格言を 子供は年長者の真似をするから両親は言動に気をつけなければならないという道徳的な格言に置き換えて著書に記した。このルーブル美術館が所蔵するバージョンで描かれているのはバグパイプとフルートパイプだが別のバージョンでは当時でも子供には有害だと考えられていたタバコのパイプを子供が加えているものもある。どのバージョンの大人が歌えば子供が薄いくでも 夜ダンスは、年少者は年長者の真似をするものであるという、道徳的な意味を込めて描いている。老女が座る、藤椅子に泊まった夜の鳥フクロウは、人は必ず死ぬというメメントモリの稽古を象徴している。プロメテウス・バルラー・フリヒアルツ美術館1640年の作品、プロメテウスは、 夜毎再生する肝臓を毎日は死に食われるという攻めくを受けるギリシャ神話の古、神、プロメテウスを描いた絵画である。プロメテウスは人間に火を与えるという不尊な行動を取ったために出身ゼウスから罰を受けたという、このプロメテウスのエピソードは人間の想像力を意味するモチーフとして芸術や自然科学の分野で多く取り上げられてきた。 ギリシア神話中でヘルメスは人に火を与えるという軽率な行動を取ったプロメテウスと敵対する神として描写されている。しかしながらこの作品でプロメテウスの背後に描かれているヘルメスはプロメテウスの刑罰からの解放に手を貸そうとして描かれている。縛り付けられ虐待を受けるプロメテウスという表現はもともと古代アテナイの三大悲劇詩人の一人、 アイスキュロスの著作から来ているもので、その著作で、ヘルメスがプロメテウスを虐待しているのは、楽観的で後先を考えない、軽率な行動を今めるという意味があった。ヨルダンスのプロメテウスはルーベンスが描いた、プロメテウスと関連性が非常に強い。ヨルダンスのプロメテウスでは、わしがちばしった目をして、仰向けになった全裸のプロメテウスにのしかかった構図で、 経緯して体をよじるプロメテウスの刑罰と苦痛が描かれているが、これらはルーベンスが描いた数点のプロメテウスでも繰り返し描かれている表現である。ルーベンスの作品との相違点として画面左に描かれた骨の詰まった麻袋と粘土製の肖像彫刻が挙げられる。その他にヨルダーンスの作品には プロメテウスの激しい苦悶が非常に直接的に描かれているのに対し、ルーベンスの作品では、ねじれた体でのみプロメテウスの苦痛が表現されている。ヨルダンスが描いたプロメテウスの表情は、ヨルダンス自身の絵画に何度も見られる表現であり、さらに当時の他の画家たちの作品にも、その影響を見ることができる。 ヨルダーンスは1639年から1940年のどこかの時点でイングランド王チャールズ一世から連作絵画の制作依頼を受けている。この依頼はブリュッセル在住のイングランド王の代理人バルタザール・ガブリエルとアントワープ駐在外交官チェザーレ・アレッサンドロ・スカーリアを通じてもたらされた。神話のキューピッドとプシュケのエピソードをテーマとした作品群で 最終的には22点の絵画が1640年から1641年の間に描かれる予定だった。全作品の完成後にはグリニッジのイングランド王妃の別邸に飾られる予定だったが、ヨルダーンスには本当の依頼主と収蔵場所は知らされていなかった。ヨルダーンスは自身とイングランド宮廷との仲介を務める人物に作品の最初のデザインを提示したが、 この時ガブリエルはルーベンスの方がこの計画には適任であると考えておりチャールズ一世にもルーベンスを登用するように推挙していたしかしながらルーベンスが1640年5月30日に死去したためこのガブリエルの企ては頓挫しヨルダンスが単独でこの計画全体の総責任者となったしかしながら計画は父として進まず 立案から1年後の1641年5月に、スカーリアの死去とともに、キューピッドとプッシュ家の連作絵画計画は打開してしまう。この計画が再開されることはなく、結局わずかに8点の作品のみが完成して、イングランド王宮へと送られた。その後、スカーリアの遺産相続人とヨルダーンスの子供との世代に至るまで、8点の作品のうち7点の、 支払いについての争いが延々と続く結果を招いている。アントウェルペンのヨルダンスの邸宅には、キューピッドとプッシュケを描いた別の連作があり、少なくとも9点の作品が邸宅南館にあったサロンの天井に飾られていた。この連作には、ギリシアローマ神話のプッシュケのエピソードの中から、アポロンの信託を受けるプッシュケの不王キューピッドとプッシュケの恋愛、 好奇心に負けるプッシュ家、飛び去るキューピッドなどが描かれていた。これらの絵画は、下から見上げた時に栄えるように短縮遠近法を用いて描かれ、採用されている。透視図法はルーベンスがアントウェルペンのイエズス会修道院に描いた天井画をそのまま真似たものとなっている。この連作は天井に設けられた八角形の小窓を通して干渉するように設置されていた。 ヨルダーンスの孫が残した記録によれば、1708年に邸宅を売却した時に、これらの連作も同時に売り払われたとなっている。フレデリック・ヘンドリック公の外旋ハウステンボス宮殿、フレデリック・ヘンドリック公の外旋は1651年、頃に描かれた作品で、オランダ総督だったオラニエ公、フレデリック・ヘンドリックとその身内を取り囲む、多数の集団肖像が描かれている。 フレデリック自身は1647年に死去しているが、コーヒアマーリエフォン・ゾルムス・ブラウンフェルスは、フレデリックの思い出を忍ぶためにこの作品を含む一連の絵画を描かせた。個人の記録を絵画として残すことは、当時の観光であり、これらフレデリックを描いた一連の絵画も生前の、優れた業績を称えることを意図していた。個々の業績を文章ではなく、 わかりやすい衣装と肖像で表しており、フレデリックの勇敢さと高潔さを様々な偶意を用いて表現している作品群である。フレデリックの死後、郊外にあった森の家を意味するハウステンボス宮殿に陰性したアマーリアのためにハウステンボス宮殿に所蔵された。フレデリック・ヘンドリック公の外旋はオラニエの間に飾られ、 壁面下部のほとんどを占めるほどの大きなこの作品は、オラニエの間にある、絵画群の中でも主要な作品となっていた。ヨルダンスは、ルーベンス、バンダイクとともに、フランドル絵画の三大巨匠の一人として、非常に高い評価を得ていたため、この栄誉ある作品の制作を依頼されたのである。フレデリック・ヘンドリック校の外旋に描かれている、フレデリックは、 神の化身のように平和の守護者として、勝利の戦車に座しオリーブの枝と様々な宝物で、その繁栄と成功が表現されている。画面両横には、東西インド諸島の文物を運び込む男たちが配され、広告の豊かな繁栄と、同じく軍事的勝利においてもフレデリックが全責任を負っているかのように描かれている。フレデリック・ヘンドリック公の外旋は、 非常に複雑な構成を持つ作品で、現代の研究者たちの間でもこの作品に、どのような意味が込められているかが議論されているが、すべてを解読することは、非常に困難となっている。ヨルダーンスがまとめ上げた、フレデリック・ヘンドリック校の外旋の主題を、表面的に把握することは、難しくないかもしれないが、この作品には何かを象徴する、人物像などで埋め尽くされている。 ヨルダンスが描いたすべての意味を解釈するためには、描かれた当時のあらゆる絵画における象徴性、偶意性を理解する知識が必要とされるのである。ヨルダンスがタペストリの修作として描いた台所の情景ヨルダンスの最も重要な作品群の中にタペストリ制作用に描いた多くの修作がある。タペストリはルネサンス期からバロック期を通じて、 最上級の芸術品とされており、制作側からすると最も利益の上がる芸術作品だった。大規模なタペストリはヨーロッパの有力貴族の邸宅の壁を飾るために14世紀から制作され始めている。富裕な有力者たちはヨルダンス、ルーベンス、コルトーナといった著名な芸術家を雇い、富や権力を誇示するために、 有名な歴史的人物や神話の登場人物に固くした自分たちの肖像をタペストリに表現させた。ヨルダンスはこのタペストリの分野に力を入れ、その優れた技術とスタイルで多くのタペストリデザインの制作依頼を受けている。ヨルダンスは当時の最も優れたタペストリデザイナーの一人として高く評価されていた。ヨルダンスのタペストリ制作工程には、 全準備として、ドローイングやスケッチによる下絵の製作が含まれていた。仕上げた下絵をタペストリの原寸大のサイズに拡大し、油彩によって、より詳細な書き込みがなされてから、タペストリを織り上げる職人へと渡された。ヨルダンスが前準備の下絵を描くときには、ほとんどの場合水彩顔料を使用している。ただし、油彩顔料で下体を描くこともあり、この場合には、 キャリア後期のキャンバスに直接描いた時期以外は紙に油彩顔料で描いていた。ヨルダンスが制作に携わったタペストリの顧客は上流階級で自らの社会的地位を表す象徴として旅行時や従軍時にも容易に持ち運びができることを特に重要視していた。ヨルダンスが依頼主をタペストリに表現した手法は多岐にわたりギリシアローマ神話 電園生活、シャルルマーニの生涯など、様々なモチーフに固くして、依頼主をタペストリの登場人物として描き出した。ヨルダーンスのタペストリデザインには、多くの人物肖像が、ぎっしりと描き込まれていることが特徴で、その二次元的平面描写がタペストリに仕上がった、時には、表面の折り柄を際立たせる役割を果たし、織物絵画とも言えるような効果となって現れている。 ヨルダーンスが自身の風俗画にも好んで描いた画面いっぱいの多くの人物肖像をタペストリのデザインにも持ち込んだのである。タペストリの下絵として描かれた台所の情景がヨルダーンスのタペストリ制作過程の恒例となっている。茶色のインクが用いられテーブル上の食材は黒のパステルで輪郭が描かれさらに顔料が塗布されている。そして 人物肖像は最後に描き入れられている。最終的に完成したタペストリーのデザインは、下絵の台所の情景から変更されているが、この下絵の構成要素をもとにした、生物画を17世紀のアントウェルペンの画家フランス、スナイデルスが描いた。スナイデルスの生物画は、台所の情景に非常に忠実に再現している。フランドル派画家としてのヨルダーンスの立場は、 ルーベンスやバンダイクの特徴的な作風の支持者であり、そのことはヨルダーンスが描いた非常に多くの修作、下絵のドローイングに現れている。ヨルダーンス並びに同時代のフランドルの画家たちは、より大きな絵画を描く前の準備、あるいは古代美術の理想を習得するためにした準備として、修作や下絵を何度も描くという。 フランドル派芸術家たちが継承してきた伝統の信奉者だった。ヨルダーンスが描いた現存しているドローイングはおよそ450点と言われているが、研究家の中には画家の特定に疑義を唱えている者も,もいる。絵画技術の専門家としてのヨルダーンスは合ュ・水彩を用いてドローイングを描いている。 ドローイングに用いる紙は非常に節約して使用しており、紙を継ぎはぎして使用することもあった。4月のグイと呼ばれているドローイングに何が描かれているのかは長期にわたって議論となっている。大牛の背に乗るラフというモチーフはエウロペの略奪を意味していると考えられる。エウロペの略奪はギリシア神話のエピソードで、ラッシンのエウロペと大牛に身を変えたユピテルが 絵画作品によく用いられているテーマとなっている。その他の主張として、このドローイングは4月を意味する偶意が多数、描かれているとするものがある。例えば、お牛は、王道12偶で春を意味する、金グ偶、花束を握りしめた、ラフ像は、春の女神フローラ、フローラの周りに描かれている人物たちは、豊穣神ケレスとアインの神。 バッカスのシッシレノスたちであるとする意見である。ありがとうございます。